リちゃんのゲーム実況。ということで、ホリちゃんです。アークやっていきましょう。冒頭でトリケラトプス使いまいました。今、レベル90ぐらいですね。で、ちょっと増えてきたんで、仮拠点の方、増築しました。門と、ちょっと、豆腐に なっちゃったんですけど、2階部分をつけました。まあ、ということで、こんな感じです。で、中身は一応、今見ていきましょう。ちょっとね、資材が足りなくて、一部、藁とか木とか、中途半端なんですけど、こんな感じでですね。ちょっとボックスを置くスペースがなくなってきたんで、急遽作りました。まあ、木とか石とか藁とか、もう、ぐっちゃぐちゃですけど、こんな感じでスペース作りました。で、2階からは一応の軽く覗くことができますけど、まあ、下はほとんど見えないですね。で、一応窓も2つつけました。で、今日は動画外であっちの方の奥の方に行ったんですけど、またユトラプトルが湧いて、ちょっと危ないので引き返していきました。という感じですね。まあ、トリキラ捕まえたんですけど、トリキラでかいんで、こんなちっちゃいスペースでトリキラいると、かなり窮屈になりますね。で、今、ちょくちょく金属を集めてるわけですけど、まあ、一応金属素材とかもちょっとずつ作れるようになってきてるんで、まあ、あとはセメントなんですけど、作れるようになったら最終的にプテラノドンを捕まえて、本拠点を作っていこうかなと思ってます。あと旋盤も解放しました。旋盤とあと発電機ですね。発電機とライトですね。もう3つは解放しました。という感じでですね、やっていきます。はい、ということでここで、1つ新しい生物を紹介していこうかなと思います。まあ、新しくはないんですけどね。ブロントサウルスですね。ちなみに、まあ、こういう巨体なんで、HP もかなり高いです。序盤のうちは間違っても、どついたりするのはやめましょう。かなり攻撃力高いんで、瞬殺されます。ある程度の大型の肉食恐竜とか中型の肉食恐竜数体とか集めれるようになったらちょっと攻撃してもいいかなと思います。まあ、序盤のうちに攻撃するとせっかく作った拠点とか壊されますので近寄らないようにしましょう。その辺の小型肉食恐竜の攻撃で被害を受けてそのままいきなり攻撃してくるってこともありますので、ちょくちょく間違っても攻撃するのはやめた方がいいと思いますね。はい、ということで、今回はですね、トリケラトプスを、動画外で捕まえたので、それの紹介と、まあ、ちょっとこの2階部分に豆腐が若干くっついた、仮拠点、増築バージョンですね、こちらの方を紹介していきました。ということで、次回はですね、その辺に飛んでるプテラノドンを捕まえたいなと思ってます。プテラノドン捕まえて引っ越しをちょっと考えてます。以上、ホリちゃんでした。